お帰りなさい、タナ。さあ、今日も正義のために頑張り。え？服を掴むの？掴んでませんし。もう、いきなり人の頭をなでなでしないでください。別に嫌とかじゃなくて、こういうのは一回一回大事にしたいって話です。桜花絢爛白川小峰、いざ変身。東北三名城の力お見せします。舞い散る桜のごとく華麗に行きましょう。我ら白娘なり。
ここからが本番ですよ。もう手加減しませんからね。かかってきなさい。殿には指一本触れさせないわ。かかってきなさい。殿には指一本かかってきなさい。殿には指一本触れさせないわ。剣かかってきなさい。殿には指一本触れさせないわ。これは凶王の力だ。かかってきなさい。王家乱漫乱れ咲き。これは凶王の力だ。竜ですわ。私今竜になってます。どっ戦場の日々アンジェリス。勝利のあなた、勝利のあなた、これに凶王の剣物の持ち込みは禁止です。命ある者たちよ、聞きなさい。これに凶王の力だ。その心に我が名を刻め。勝利のあなた、その心に我が名を。さーて、ここからが本番ですよ。その心に我が名を刻む。かかってきなさい。殿には指一本触れさせないわ。聖域転換。勝利のあなた、聖域転換。その心に我が名を刻め。聖域転換、聖域転換、我が名をもって栄光の盾となす。その心に我が名を刻め。一体どこを触ってるのですか。綺麗なバラにはトゲがある。決まりましたね、タナ。
白川小峰、ただいま戻りました。私などに興味を持っていただけるとは思いもしませんでした。はい、ぜひとも説明させてください。白川小峰城は南北朝時代に結城親友が小峰ヶ丘に城を構えたのが始まりで、その後江戸時代に藩主である丹羽長重が完成させた定格式の平山城です。東北三名城と謳われるこの地から正義のため、そして殿のためにフルート誓います。今度森岡城さんと会津若松城さんとでお花見をしに行くのですが、殿も一緒にどうですか？もちろんお菓子は3問までですのでご注意を。綺麗なバラですね。これ私に？ありがとうございます。すごく嬉しい。私の方がバラより綺麗？もうからかわないでください。もういきなり人の頭をなでなでしないでください。別に嫌とかじゃなくて、こういうのは一回一回大事にしたいって話です。殿と共に聖堂を歩むのに。白川小峰城、いつでも行けます。今より正義を実行します。東北三名城の力お見せします。殿、綺麗になった私にその何か一言。感謝します。この生意気。そんな、この白川小峰城、一生の不覚。ちょっと滝に打たれ。え？冗談？よかった。気品があるだなんて、そんな。嬉しいです、殿。あなたの自慢の城娘となれるよう、これからも精進してまいります。はい、数少ない大切な友達です。え？殿も私の友達ですか？恐れ多いです。でもありがとうございます、殿。そんな、規模が大きすぎですよ。もしかして私に意地悪しようとしてわざと間違えたのですか？そんな。いいえ、こうなったら殿が聞いてくれるまで話し続けるだけです。聞いてくれるまで離れませんからね。ええ、離れませんとも。それでも殿には知っておいてほしかったのです。だって敬愛するあなたに私のすべてを知ってほしかったから。舞い散る桜のごとく華麗に行きましょう。大岡絢爛白川小峰、いざ変身。白川小峰、ただいま戻りました。花は桜木、人は武士、戦場に避けるは我ら白娘なり。一体どこを触ってるのですか？東北三名城の力お見せします。かかってきなさい。殿には指一本触れさせないわ。無法者たちを逃がしはしない。大岡爛漫乱れ咲き、問答無用で撃ち抜いてあげる。こんな姿殿に見られたくなかった。綺麗なバラにはトゲがある。決まりましたね、殿。
白川小峰城水産、正義のためこの命を捧げましょう。え、少し重苦しい？わかりました。ではほどほどに命を捧げます。そうやって私を無視するのですね。いいですよ、別に寂しくなんかないもん。